始まりましたダンサートーク、ダンス大好きママダンサー MC のセアリです。よろしくお願いします。皆さん、ディズニーダンサーオーディション2023の結果が届きました。ちょっとね、今日からね、チャンネルに出てくれたキッズダンスサークルのしょうこさんって、ね、過去に動画に出ていただいたんですけど、しょうこさんのね、発表会のこうリハーサルが始まりまして、私もちょっと1曲だけ振り付けをさせてもらえるってことで、今朝ね、ちょっと午前中リハーサルに行ってきて、今お昼なんですけれども、午後なんですけれども、ちょっとバッサバサな状態で撮り始めてるんですけど、すいません。そうだから、結果は実は昨日届いてたんですよ。昨日って何？6月の16、金曜日か。金曜日には届いてたんですよ、このメールがね、合否のメールが。で、そのメールが来た瞬間、私は、このね、発表会リハが始まる初日ということで、ちょっと振り付けとか構成を、ちょっと練り直してたというか、ちょっとそっちに集中してて、メールが来てたんだけど、一時選考結果のお知らせっていう G メールがペロンって見えたんだけど、リハーサルに集中してから、リハが終わってから開封しようということで、一晩寝かせたんですけど、まだ見てないんです、メールを。今から開けようと思います、帰ってきたので。さあ、2回目の挑戦ですよ、私。ディズニーダンサーの募集。ちょっと、開けたいと思います。よし！でも、じらしてもしゃあない、これは。もうね、人様が決めることですから、別にうだうだ言ってられない。もう見ましょう！開けます、メール！行くで！押します！あ！一次審査にご応募いただき、ありがとうございました。オリエンタルランド小開発部です、言うてメールが来ております。マイページに入ります。入りたくない、マイページ。マイページ入りたくない、怖い。画面録画ってどうするんやっけ。シフトカマンドプラス5。この結果発表の動画系って台本なしで撮るから、すいませんね、ちょっと。じゃあマイページに入りましたので押しますよ。結果発表をご確認くださいボタン。渡辺さやか様、こんにちは。株式会社オリエンタルランド小開発部です。この度はダンサーの選考にご応募いただきありがとうございました。選考の結果、誠に遺憾ながらまた難しい漢字出ました。これ何て呼ぶんですか。添えない結果となりましたのでご連絡いたします。なお選考結果の理由につきましてはお答えいたしかねます。ご了承くださいます。よろしくお願い申し上げます。落ちましたね。マジか。おー、これは難関ですね。ちょっとディズニーダンサーとバトルをしてもいいですか、じゃあ。バトルして勝ったら出れるわけじゃないのよ。今年もダメ？10代20代の子と違ってさ、なんか来年も頑張ろうにならないよね。なんか今年36っしょ。30代の間挑戦するってなったらね、もうちょっとリミット考えますし、もうあれかな、日本のディズニーじゃなくて、これはもう海外ディズニーを受けるべきだっていうお告げなのかな。テーマパークダンスのこう練習をね、こうさせていただいてるスタジオがあるんですけど、スタジオっていうか、まあコミュニティというか、そのコミュニティにね、結構ね、現役のテーマパークのダンサーさんたちがいらっしゃるんですよ。有名なテーマパークのダンサーさんたちがいらっしゃる中で、海外のディズニーに挑戦して、なんか国内のディズニーはなんか6回受けて6回とも一次が通らなかったけど、海外のディズニーに応募した時に書類が通って受かっても、今その香港のディズニーでダンサーしてるよっていう方がねいらっしゃって、そのコミュニティ内に。でも同い年ぐらいなんですよ。同い年か1個下
35歳って言ってたんで、それはね、海外のディズニーに応募した方がいいのかな。押してみようかな。厳しい現実やな。いやなんか今さ、なんかこう TikTok とか Instagram でも40周年のパレードのね、こうダンサーさんの映像とかキャラさんの、ね、映像とかがこうバーって流れてくるじゃないですか。好きだから見るからそれが流れてくるのかもしれないですけど、そう見てるとね、まあ、確かにこうバレエとかジャズのスキルがないとちょっと厳しいかな、私のスキルじゃっていう、こう振り付けとかもあるんですけど、でもなんかね、あの結構私が素敵だなって思ったのが、ベイマックスのフロートの後ろにいるダンサーさんたち、そのベイマックスチームみたいなダンサーさんたちが結構ね、なんかブンパラララララみたいな、ズズンパラララララみたいな、こうなんかこうストリートっぽい雰囲気で踊ってる方たちがいててとか、 あれめっちゃやりたいってこう思いながらね、その動画見てたんですけど、そういうのやったらどうかなとか思ってたけど、ベイマックスのダンサーやりたいなとか、やってみたいなっていう、こう踊りとかキャラクターとか衣装とかすごいたくさんあったんですけど、ダメか、ダメかな、きちい。さあね、ね、踊りたいんですよね。なんかショーとかに出たいんですよ。楽しいじゃん、皆さんの笑顔を生でね、直接目の前で見れるお仕事、それがダンスで、自分の大好きなダンスで仕事できたら最高じゃん。はい、というわけで、もう長い動画になっても仕方ないので、結果発表動画なのでもうこれで終わりたいと思います。残念ながら、セアネはですね、今回も、2回目の挑戦だったんですけれども、今回のディズニーダンサーオーディションも一次選考不合格ということで、本当に厳しいもんなんだなっていうことが分かりました。もしかしたら海外の、ディズニーに書類を送ってみるかなっていうところと、次ね、次やることをね、もう考えよう。うん、多分今年もあるんかな。なんか去年も受けたんですけど、島次郎コンサートとか、それファミリーコンサートとか、キャラクターさんと一緒にこうお仕事ができる舞台のダンサーのお仕事っていうのも、あのね、やっぱり子供向けのイベントとかっていうのにやっぱり出れたら嬉しいなと思うので、そういうのもオーディション探しながら、雇ってください言いながら、頭下げながらちょっとねやっていこうと思います。残念なご報告にねなってしまって申し訳ない。でもね、本当は結果がついてくれば、本当はめちゃくちゃいいですよ、本当は結果がついてくればいいんですけど、この夢を追っかけるっていうこのプロセスがね、日々の生活はほぼそれを占めてるので、そっちが大事じゃないですか。何かに挑戦してる、何かを目標に頑張ってるっていうね方もダンサーだったらいっぱいいると思います。いろんな仕事経験してきたけど、やっぱりね、こうやってね、経験値があってもやっぱり悔しい思いっていうのもするので、皆さんね、一緒にへこむ時はへこむけど、また次、また次と自分にこう合う仕事、合う場所を探すたびに一緒に切磋琢磨しながら頑張ってトライしていきましょう。というわけで終わりたいと思います。もしよかったらチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントなんかもお寄せ、こちらの動画もね、へこみすぎてちゃんと喋られまあ同じダンサーとして頑張っていこうぜってこう鼓舞してくれる方は、ぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録してない方はチャンネル登録、そしてコメントとかでね励ましていただけるととっても嬉しいと思います。いろんな夢に向けてトライしていこうと思います。そして子供もね、夏に発表会があったりするので、そういうサポートもしながら、自分の時間もなかなか少ないんですけど、自分のことができる時間ね、なんとかその中でいろいろ挑戦していきたいなと思っておりますので、ぜひ応援の方もしてくれると嬉しいです。今年のセアネのディズニーダンサーオーディションの挑戦はここで終わりました。うん、で2時にね受かった方、そうですよ、私ちょっと今へこんな感じの動画を出してしまいましたけども、受かった方もいるわけですから、2時に行けた方はちょっと本当に頑張ってくださいね。受かるといいですね、この夏、またそこにねかけていろいろ練習していかないといけないと思うので、ぜひぜひ頑張ってください。イエイ。というわけで終わります。やねーでした。ほなな、ワンピースオーディションしようかな、もうゲームしよう、現実逃避しよう。